ましての方ばっかりですから、はい、自己紹介からした方がいいかなと思います。ああ、そうだね。はい、まあ、僕ら見た目特徴的なんで、はい、背の高いほうら村上リフトほうら松尾です。髪型のことが一番特徴的だろ。すいません、変だよ。お前だろ。そんなことより、おどうした突然だけどさ、俺らが小さい頃って、うん、近所に雷親父って言ってたじゃん。ああ、よく怒鳴ってくるおっさんだろ。そうそうそう、でもさ、東京って少なくない？ああ、少ないかもな。俺将来的にその雷親父になって、うん、悪さしたことも叱りたいと思ってた。お前いいこと言うな。だろ？うん。でもよくあるシーンでさ、子供で野球やってて、打ったボールで家に飛び込んで、窓ガラスで割れるシーンとかあるじゃん。あるね。お前ああいう立場だったら怒れるの？めちゃくちゃ怒れるわ。あ、そう。俺それやりたいから、お前ちょっと子供で、打って、窓ガラス割って、俺雷親父で怒るから。あ、俺か。いやー、しゃあもない、打つぜ。ずっと僕は努力してきた。僕は下手くそだけど、周りの10倍、10倍、いや、1万倍努力してきた。何してんの？いや、打ってさ、僕らホームラン打てば、病気のおじいちゃんもきっと元気になってくれる。おじいちゃん？おじいちゃん、いつも僕がホームラン打つの楽しみにしてたもんね。ちっくしょう。涙で前が見えねえ。カチン、パリン、入った、やったー。怒んなよ。怒れるわけねえな。お前何してんの？子供じゃん。子供？今時こういう子供ばっかだよ。いや、バックボーンみたいに出してくんの。普通の子供やって。普通の子供頼むわ。よし、打つぞ。ずっと僕は。いや、それ確かに僕の野球のセンスは人並みで普通だけど。あ、普通ってそういうことじゃないわ。10倍。おい、止まれ。いや、打って、窓ガラス割ってなあ、聞いて。おい、どうした？いや、で前が見えねえや。ちょ、待て。え、普通の子供やって。今時こういうバッチボーンには重い子供ばったりだから。そうなの。時代怖いな。時代だね。いや、怒りづらいわ、それだったら。じゃあもう俺が手を見せようか。お前できんの？どっちかというと俺のような髪の親父っぽいだろ。雷王子ってか、もう雷様みたいな。たまにやな。ありがたい。じゃあ俺さっきみたいな子供やったらお前怒れんの？ああ、それはもちろん。じゃあ怒ってみろよ。ああ、来いよ。よーし、危ない、打つぞ。ずっと僕は努力してきた。周りの10倍。ずっとわしは子供たち。邪魔してくるんだよ。周りの10倍。そう、俺が言いたいセリフだろ。100倍。いや、1万倍したって。雷王子のバックボーン出してくんだって。わしが生きとるうちに。もういいから。この愛情が子供たちに伝わる。喋りすぎだってお前。おい、来れ。雷親父や。俺まだ打ってないから。今まで割ってきた分弁償してもらおうか。打ってないんだってまだ。10枚、100枚、1万枚。めっちゃ割られてんじゃん。もう取り返しつかんだろ。それそれが嫌ならな、わしの孫と一緒に遊んでやってて。じゃあ孫と遊ぶわ。それだったらよかったら行ってこい。ずっと僕は。いや、それさっきのことだろ。おい、まあ、全然雷親父できてねえじゃないか。ごめん、反省してる。してんの？周りの10倍。いや、もう絶対してねえだろ。もういいよ。どうもありがとうございました。